4月4日に CD デビューした、ショー WA の塩田翔輝イコール、東京都港区、撮影、長尾南1、51、51、51、51をギャラリーページで見る、昭和歌謡グループ、ショー WA のメンバーの魅力に迫る連載企画の鳥を飾るのは、最年少にして、圧巻の歌唱力でメインボーカルを務めるグループのムードメーカー、正吉こと、塩田翔輝、32、だ。4日にシングル、君の王子様で念願のメジャーデビューを果たし、ようやくメジャーデビューの夢が叶うんだという実感が湧いてきて、すごく嬉しかったと満面の笑みを浮かべた。大学時代に大手レコード会社主催のオーディションでグランプリを獲得したが、大手企業に就職して営業マンに。だが、音楽への思いは強く、ボーカリストに転身。オーディションで選出され、運命が急展開した。僕は会社員をしていて営業マンだったんですけど、その傍らで音楽活動もしていたんです。8年半前に音楽をスタートして、ずっとインディーズで活動していたので念願が叶った。しかも王子様でメジャーに行くって言うとはにかんだ。君の王子様は、一人の女性を男性が奪い合う、歌詞と懐かしくも斬新なメロディーが印象的な歌謡曲。昔懐かしいメロディーラインに、現代のサウンドが散りばめられていて、いろんな要素が入っている曲になっています。歌詞の当てはめ方とかもすごく覚えやすいように作られている。本当に老若男女、皆さんに聴いていただけるような曲になっていると思います、と力説。CD には僕らが歌い続けてきたカバー曲の中森明菜さんのデザイア情熱マイナスやラッツ&スターのめくみの人のほか、カップリングのキスキスキスも入っているので、いろいろ楽しんでもらえたらと力強くアピールした。昨年7月の結成以降、歌やダンスのレッスンを重ね、12月から今年2月までイオンモールツアーを展開。1月からフジテレビ系ポカポカ月金曜前 11.50 に連日出演し、君の王子様を歌唱。日々の努力が実を結び、6月に兄弟グループ祭りとのファン投票で勝利し、チャンスをつかんだ。